この時期の大学受験って推薦かな。共産落ちた記憶が。共産落ちたー。くそ。共産落ちたから一般か。立命もあるし。もう無理かも。共産強手利用落ちた。マークミスなのか実力不足なのか。京都産業の経営は落ちたって言うな。通知来てないもん。やから油断大敵。B 判定でも落ちた。共産落ちて桃山。だと。桃山制ですどうぞよろしゅう。公募で受けた共産、不合格やった。一番自信あったのにな。まあ、本命ではなかったし気にせんとこ。落ち込まんとヘラヘラ笑っとこ。笑。ああ、どうせ残りの夕刻と近代も落ちてるんやろな。やばい、浪人になる確率が高なってきた。共産って不合格なら通知すら送らないのか。ポスト見て何もなかったらそういうことなのか。結局、待てど暮らせど郵便屋さんはこんかった。わずかな希望を託して合否速報を見たけど、やっぱり不合格やった。何が残念ながらやねん。ちっとも残念とも思ってないくせに。共産なんか消えてしまえ。ああ、腹立つ。やばいこのままじゃ不合格ついボットになってまう。ちな共産は語学部落ちてる。英語 7.5 割、国語 6.5 割、日本史 6.5 割。結構取れとるのに京都産業落ちとる。日本史の事故が偏差値換算で引かれたのが先般なんかな。偏差値換算得点ってなんなん。センター利用で京都産業大学不合格になったのは、物理の配点が200点だったのでマークミスによる失点が2倍になったからだと思います。たくさんの人に心配してもらったので報告します。今、学校の先生からメールが来たなう。京都産業大学の推薦の結果が分かったらしいです。結果は、不合格。おるつ。やばい、追い詰められた。推薦はあと近畿大学だけだから受からないと、年内のニコ生放送開始は絶望的です。泣き。共産の公募倍率6で落ちて悔しくてずっと頑張ってきて近代倍率10で合格できてめっちゃ嬉しい。関大立命受かったやつが共産落ちたの闇深すぎる。なんでなん。理科大受かって共産落ちたから信州理科大より上説出てる。去年の今頃、共産に落ちて、江南に落ちた後の関大と同志社の合格やったからめっちゃ嬉しかったのを覚えています。分譲は変な人が多くて今もとても楽しいですわら。文化情報学部に合格された方々、おめでとうございます。あとはみんな知ってる通り、近代後期前日に彼女に振られて近代に2点差で不合格、摂南大学も不合格、京都産業大学も不合格で親に土下座して浪人させてもらう。そして予備校が始まるまでゼルダの伝説風のタクトをプレイし第一の神殿まで進める。一時受かったから大丈夫やろ。立命はともかく共産は大丈夫やろ。多分受かってるやろうけど一応センター払っとき。共産はいけるやろ。一時が鬼門二時は基本いける。共産不合格。は。奈良国学院大学栃木短期大学やわ。